天王川公園は愛知県津島市にある都市公園。1920年に開設された公園で、公園の中央にある楕円形の池、丸池は、かつて町の中を流れていた西屋川の支流、天皇川の名残として知られる。この地は、鎌倉時代以降、津島港として流盛を誇ったが、江戸時代には土砂の堆積が進み、1785年に川をせき止めて、 入江とした。池は当時の入江部分に相当する。1899年に鞘屋川が廃川になると天皇川は孤立。当時、愛知県によって日光川から天皇川への運河改作が計画されたが、地元の反対によって中止されている。1918年に津島町議会で公園計画が議決され、1920年に開園。 この地域の中心的な公園として利用され、競馬大会やオートバイレースなどが開催された記録もある。1935年に猿動物園が置かれたのに始まり、1958年にはライオンやクマなどを飼育する動物車が設置。以降もフラミンゴなどが飼育されていたが、1998年に廃止された。津島市は富士の名所であり、 公園にも1978年から藤棚が造成され、1983年には日本最大の藤棚が完成している。現在では四季折々の景色を楽しむことができ、2007年には日本の歴史公園百選にも選ばれた。また、ゆりかもめや稀にかわせみなどの様々な渡り鳥もやってくる。ありがとうございます。